これらの発言をする人々は、国際関係を理解していないか、中共に洗脳されて、自己欺瞞していると言わざるを得ません。しかも、これらの主張は完全に立証できません。実際に私たちが現在直面している国際情勢とは全く逆です。なぜでしょうか、米中の対立はこれまで多くの年月を経てきましたが、それが減少したり後退したりしていると感じますか。 現在私たちが目撃しているのはむしろ米中の対立がますます国際化しているということですもう4、5年になりますがますます長くなっています第一に国際化で第二に構造化です以前に私たちはこの国際秩序の問題や国際法の問題普遍的な価値観そしてイデオロギーの対立や民主主義と先制主義の対立についてお話ししました これらの要素を考慮すると、アメリカが一度や二度言っただけで譲歩すると思いますかアメリカが頭を下げた後、問題は解決すると思いますかそうでしたら、アメリカはもう取り組む必要がありません。だから、これらの根本的な問題はまだ解決されていません。そして、ブリンケン米国務長官が一度訪中しただけで、誰かが台湾海峡の中米共同管理について話し始めました。これは明らかに中共の意図的なプロパガンダであり 台湾での認知戦に備えていますその結果、台湾の一部の人々が流れに乗ってしまいました。次に、皆さんは今回のブリンケン氏に対して比較的悲観的な見方をされているようですが、私はそうは考えません。ブリンケン氏の訪中は、外見上は中共との交流の回復を目指しているように見えます。 また、軍事的な連絡再開を望んでいると述べていますが、目標を達成できなかったため、皆さんは完全に失敗だと感じているようです。しかし、それは違います。最初に話したように、もし必要がなければ、アメリカはなぜブリンケン氏を派遣したのでしょうか。もし皆さんが見限ってしまって、自分自身も期待していないのであれば、行く意味がありません。だからきっとその中には深い意味があるのです。まず第一に、中共の意図は何なのでしょうか。 なぜ中共がこのタイミングでアメリカをもてなしたのでしょうかそれは経済状況が極めて悪化しているからです外国貿易も非常に低迷していますアメリカをもてなすことによって中共は私たちとアメリカとの関係改善の印象を与え中国への投資を誘致しようとしています成功するかどうかは別として少なくとも一度は試みる必要があるのですもしもそれを行わないのであれば中共には全くチャンスがありません これが中共の目標ですではアメリカの目標は何でしょうか実は以前にも述べましたがアメリカはレッドラインを引くために行動しました今回アメリカは2つの問題においてレッドラインを引きましたまず第一にウクライナ戦争ですなぜウクライナ戦争においてレッドラインを引く必要があるのでしょうか現在欧米諸国はウクライナ戦争が終結に向かっていると認識しています どのよようにに終わるにせよ現在は集結が近づいていてますそのため、終結が近づく段階では、事態をさらに悪化させることは避けたいと考えています。唯一、問題を拡大させる可能性があるのは、ロシアの戦力が急速に増強する場合です。ロシアの戦力がどのように増強されるのかは、外部の支援が必要です。ロシアの戦力増強を手助けできるのは中共だけです。そのため、 グリンケンンケ氏はレッドラインを引くたために行動したのです私たちが話し合ったトピックにはウクライナ戦争が含まれると彼は話しました。具体的な内容は明かされなかったかもしれませんが、主題を示しました。私の推測では、アメリカの意図はウクライナ戦争が終結に近づいているから、中共が支援しない限り、私たちはロシアを打ち負かすでしょう。もし事態を複雑にして、こちらが制裁せざるを得ない事態までにしたら、承知しませんか ご自身で判断してください。ですから、まず、ロシアへの軍事支援は厳禁です。皆さん、忘れないでください。中共はブリンケン氏が述べた内容に同意しましたか彼は自ら口で述べて、習近平の同意を得たと言明しました。具体的には致命的な武器の提供を行わないということです。そして、そのレッドラインは実現されたのです。二つ目のレッドラインは何でしょうか台湾です。しかしか 中米がが台湾海峡を共同管理するという主張がありましたしかしこれは完全なデマですアメリカは台湾に手を出すな台湾有事は世界有事だと非常に明確に述べていますこれは明白であり広く理解されています以前日本も同様の立場を表明してこれは国際的に認知されています私たちは報道や声明からも見て取れますが中共も特に強調しています 中共は台湾問題は中国の核心的利益であり、中米関係において最も重大かつ顕著なリスクです。アメリカには一つの中国の原則と三つの共同コミュニケを守るよう要求しますと述べています。そして、アメリカの回答は次のようになります。アメリカは私たちは一つの中国政策を持っていますと明言しています。非常に簡潔な表現で私たちは一つの中国政策を堅持していくと述べています。 一つの中国政策には、6つの保障、3つの共同声明、および台湾関係法が含まれています。私は私の一つの中国政策を主張し、あなたもあなたの一つの中国原則を言い張っています。結果として、頭を下げる必要はありません。それでは、なぜ中共がそんなことを言うのでしょうか。中共は、アメリカとの対抗を図るためにそう言わなければならないからです。 中共は何かを取り出して、あなたの罪悪感を利用しようとしています。あなたは今、誤解しています。最初から私は台湾問題が極めて重要であることを言いましたが、あなたは耳を傾けませんでした。現在、台湾問題がますます大きな焦点となってきています。私は繰り返し台湾問題について取り上げています。中共は台湾に対して、台湾独立と言っていますが、なぜ台湾独立というのでしょうか。 そそれれれれれははは台湾の民主にについては触れられないいいててて触らららなかですすす中共は話題をそらすことに長けています皆ささんくくれぐれも注意してください中共は虚偽の民族主義を利用するのが特に巧妙ですアメリカは理解しましたアメリカは私は一つの中国政策を遵守しますが台湾独立を支持しませんと述べました台湾国内ではアメリカが最初から最後まで台湾独立を支持していないと解釈する向きもあります 数十年にわたって変わらないですね。アメリカは台湾独立に反対という発言は一度もせず、支持しないというのが一貫した立場と態度です。そのため、アメリカは、私は台湾独立を支持しませんが、経済的にあなたを制約することもありませんと重ねて表明しました。なぜなら、私たちは明確に言っているからです。あなたが経済的に発展すれば、私も利益を得るのです。これは皆さんがよくご存知のことです。 しかし、アメリカは警告しています。中共による台湾への挑発行為は増加し、私たちを憂慮させています。世界の貨物コンテナと貨物船の50%が台湾海峡を通過し、70%の半導体が台湾で生産されています。もし台湾に危機が発生すれば、それは世界経済にも危機をもたらすでしょう。つまり、台湾有事は世界有事ということです。そのため、アメリカのレッドラインは非常に明確です。 中共は理解していますかもちろん理解しています。それによって、中共は現在、有力な手段を持っていないために、窮地に立たされています。では、今後どうするべきでしょうか。あなたは両国の軍事連絡を回復するよう要求しますが、私は拒否します。表向きの理由は、あなたが私の李想福国防省に対して制裁を課したからです。だから私は拒否します。実際の理由は、私は内心で不安を抱えているからです。 なぜ不安かといえば、私はアメリカに対して完全に無力な立場にあるからです。だからこそ、私は新たな手段を模索しなければなりません。これが中共の巧妙な戦略です。新たな手段を生み出し、困難に立ち向かうのです。アメリカも理解していないわけではありません。ちゃんと理解しています。皆さんに注意喚起をしたいのですが、アメリカは中共から学んだ手法を駆使し、同じ手口を用いています。彼らは二つの手を使っています。 まず最初に、私はスマイル外交を展開します。外部からは相手に対して基本的に顔を立てているように見えますが、その後、対話を求めます。そして、相手が私が頭を下げなければならないと思い込むまで対話を迫ります。しかし実際は、私はレッドラインを引くためにやってきたのです。そして二つ目は、表面上では相手に対して顔を立てているように見えますが、実際には手を緩めていません。関税戦争では譲りません。 制裁でも譲りりまません。必要な場合には繋がりを断絶します。外交や軍事手段によって包囲し、インドを含む地域でも対抗策を講じます。このように、アメリカは世界に向かって宣言しています。私たちはすべての義務を果たしました。あなたはどうするつもりですかと。ですから、米中関係や台湾問題において、アメリカが台湾海峡を共同管理する意図があるという主張は、全く根拠のないものです。 アメリカは現在の米中関係や台湾海峡問題において、第一に主導権を握っており、第二に多くの有利なカードを持っています。ですから、なぜ私が譲歩すべきなのでしょうか。それは国際関係を理解していないか、あるいは中共に洗脳されて混乱しているかのどちらかです。ですから、なぜアメリカが手放す必要があるのでしょうか。現在、アメリカはこの段階まで進んでいます。中共に対抗し 台湾をを守るることを諦めるとめ思いますかなぜ諦める必要があるのでしょうか彼らは完全に敗北宣言をしていませんよね愚か者だけがそのような手を打つものです私たちの番組を気に入っていただけましたらコメントを残しいいねを押して通知ベルをオンにするようご協力をお願いいたします長くご支持いただきありがとうございました引き続き高い品質の動画を制作していきます